外に出る練習をしているところなんですが、シマウマの数、シマウマの数何個あるか数えてる。左側の方がフーコちゃんですね。で、まあ、もう一度いるんですが、まあ、こうやって通路で、運動場に出る練習っていうのをね、また1週間かけてしていきます。はい、そして、その途中の通路、通路のですね、練習が終わった今度運動場に出るとき、これ、まあ、運動場に出始めた頃の写真ですね。まだちょっと向こうの奥の方に少し顔だけ出てますが、やはりね、動物さんも一緒です。知らないところにね、急に出ていくのはやっぱりね、ちょっと怖かったりします。なのでゆっくりゆっくりですね、こうやって、鳴らしていくということです。でも今ふうこちゃんね、もうそこでね、今ちょっと食べてますが、まあ、こういうふうに鳴らすまでにね、少しこうやって時間がねかかったりもします。はい、そして、実はこの運動場なんですが、よく見てもらうとそこ黒い棒が立ってますね。でちょっとね、紐みたいなものがついてますが、そこはですね、電気柵って言って、あそこにね、電気が流れるようになってます。あそこに触るとですね、ちょっとピタッてなったりするんですが、電気が入ってるって、まあ、もうちょっと当たって覚えると、もうこれ以上外に出ないようになっております。動物の森公園は檻とかをですね、使ってない代わりにその電気柵を使って、まあ、ここから先はね、危ないから行ったらいけないよっていう意味で、ああいう柵をですね、取り付けていたりします。はい、から、それではですね、まあ、お配りしてた、シータの方に戻りますが、そのサンとハッピーとエルメスとフーコちゃんなんですが、種類、シマウマさんにもですね、いろんな種類があります。はい、よかったらシートがあります。またシート書き込みながら今ね、お話ししてますので、はい、どうぞよかったら書いてください。